TC 楽器では宅配買取も受け付けております。無料梱包セットもご用意しております。これ冗談じゃなしに上に飲み物置いておくと青いようになってるってこんにちは、TC 楽器の島です。こんにちは、TC 楽器富田です。前回富田さんとの動画でアンプのお話、フェンダーアンプとマーシャルアンプの話みたいなが出ましたけども、うん、そのもちろん詳しい方もみんな知ってらっしゃると思うんですが、うん、意外と使ってても知らないなっていう人が意外といらっしゃる時があるのが、うん、JCM シリーズ、メインを張る機種ではありますけども、例えば JCM800 と900って何が違うのかとか、うん、意外とたまに聞かれることがあって。そうですね。なんかまあマーシャルだったらっていう感じでこう知らずに使ってるみたいな人が多いと思うんですけども、そこのなんかこうそもそも何が違うのかとか分類の話っていうのを今回していただこうかなと思って。そうですね。 JCM800 ってまず80年代のアンプ、 JCM900 っていうのが90年代に出てきたアンプなんで、80年代90年代のそれぞれあの代表的なモデルっていうことが言えますよね、うん、はいはいはい。で JCM800 っていうのがまずそもそも一番世界で最も売れたマーシャルアンプなんて言われて時代を席巻したアンプではあるんですけれども、それまで70年代からもねマーシャルはあのいろんなモデルを作って出していたわけですけれども、80年代になってジム・マーシャルが世界的にアンプを売り出していくっていう段階になった時に、ワールドワイドな視野でもってニューラインナップとして打ち出してきたのが JCM800 シリーズという形 で、うんうん、でそれまでとね大きく変えて、あのゴールドのパネルがバーンと前面に、それまでってこういうアーチ型をしてたわけですけど、ゴールドのパネルをバーンと前面に広げて見た目も一新して意欲的なラインナップとしてマーシャル社が打ち出したのが JCM800 シリーズですね。でも現代的なマーシャルアンプのスタンダードがそこで出来上がったというか、そうですね、もうみんなが思い浮かべるマーシャルっていうその見た目とかもあるの印象ですよね、うん、でスペック的にはね、それまでの70年代の各モデルとそんなに劇的に変わったわけではないんですよね。一部のまあ、あの回路のテイストの違いとかはあるんだけれども、コントロールとか機能っていうのはあんまり変わってなかったんだけども、で JCM800 のモデルっていうのはね実はかなりいろんなモデルがあって20種類以上あると言われてまして、ただ実際数が出た800っていうのは主に4種類だけですね。マスターボリュームありの 50W、100W、 あとマスターボリュームなしの 50W、100W、この4種類がやっぱり非常にあの世界に数が出たんで、うん、だから JCM でもマスターボリュームありなしとあるっていうので、うん、もうそこで結構ね分からなくなっちゃう人が多いというか、うん、全然それで勝手が変わりますから、変わりますね、難しいですけどね、うん、で2002年になってからやっぱ JCM800 良かったよねって声があって、復刻リーシューモデルが出て、でそれは今も作られてるんですけども、それはあのマスターボリューム付きの 100W、 まあ出回ってるのはほとんどあれですよね、それですね、2203って、はいはいはい、というわけでね JCM800 っていうのはもう本当にもうマーシャル社が外貨獲得で、はいはい、エリザベス女王から表彰されたというぐらいに世界を席巻したアンプという形になってったわけですけども、やっぱりね80年代後半になるに従って他社の方がもっと歪むアンプを出してきたりとか、うん、あと改造マーシャルが流行って肺炎化させるっていうのが流行ったのもその時代ですよね。だからマーシャル社としてもやっぱりもっと歪むアンプを作りたかったんじゃないかと思ってるわけなんですよね、うん、でマーシャル社もその時代だんだん音楽がハードになってで原因の高いアンプが求められるようになっていったということを踏まえて開発していたのが、まあ、一つは87年にマーシャル社25周年モデルとして出た今でも人気の高いジュビリーですね。ジュビリーモデルの方がその当時としては最もよく歪むマーシャルと言われて発売されたわけですけども、そして、満を持して90年代のサウンドっていう意味合いで JCM900 シリーズというのが作られました。で JCM900 っていうのはあの90年のアメリカのナムショーで発表されて、まあ、90年代をこれでいくっていうね、うん、マーシャルの意気込みが現れたモデルじゃないかと思うんですけど、ね、はいはい、でこれもまあいろいろあったけれども大きく分けると同じく4種類、1チャンネルの 50W、100W、 あと2チャンネルの 50W、100W。 2チャンネルの方はハイゲインデュアルリバーブっていうラインナップで発売されたモデルで、2つのチャンネル、まあ、主にクリーンとドライブが使い分けができる、そしてそれぞれのチャンネルでリバーブの設定ができるというモデルで、これがやっぱりあの一番便利なモデルとして重宝されましたね。で一方で歪むマーシャルが欲しいという人は逆に1チャンネルの、これがハイゲインマスターボリュームというモデルだったんですけども、これはあの当時かなりハイゲイン化されて、特にね93年からねプリカンが1本追加されて JCM900SLX シリーズっていうのが出るんですけども、これがもう当時最も歪むアンプとしてかなりハードな音を望む人たちには好まれたモデルですね。ただやっぱり900のシリーズの中で皆さん使われてスタジオなんかで今でもよく見かけますけれども、最もやっぱり使われたっていうのはあのクリーンとドライブを切り替えできるという意味で2チャンネルのモデル4100というモデルですね。こちらの 100W モデルがどこの
のスタジオにでも置いてあったっていうのが90年代、うん、そして今に至るね、今でも900あるって聞くと4100が出てきますよね、はいはいはい、うん、90年代っていうのがね、ジェシーも900の時代という形で進んでいったわけですけども、2000年を迎えるにあたって新しい時代になるっていうところで、99年に発表されたのがジェシーム2000というモデルですね。こちらは2つのモデル、2チャンネルのモデルと TSL、 3チャンネルのモデル TSL っていうモデルが発売されて、デュアルスーパーリードとトリプルスーパーリードという意味だと思うんですけれども、2チャンネルのモデルは2チャンネルにそれぞれ2つのアンプのタイプを持ってましたよね。1つはマーシャルのクラシックなクリーン、割と軽く歪んだクリーン、うん、と今までにマーシャルになかったクリーンですね、フェンダーのようなと言っていいかどうか分かんないけど、弾けるような綺麗なクリーン、そしてドライブチャンネルの方っていうのはマーシャルの得意なハイゲイン、それともう一つ80年代風のクラシックドライブですね、そういった形の2つが切り替えできるという意味で DSL100、 そしてあとはそれをクリーンとクランチとリードという3チャンネルを持った TSL シリーズというのがこの年99年に発売されて、以後2000年代の主力ラインナップとなっていったわけですけども、今でもねジェシム2000好きな方多いですし、特に DSL は今もまだ作られてるのかな、でスタジオなんかでも本当にこれは定番機と置かれてるところが多いですね。一番そのメインのシリーズでも幅広い音が出るって、うん、2000は結構スタジオでも見かけますよ ね、 そうですね、うん、今でも置いてるとこ多いですね実際ね、うん、だから2000はね面白かったのは本当にその当時出た時なんですけれどもね、若いユーザーたちからもすごく評価が高かったのはもちろんのことなんですけども、コアなマーシャルファンからも結構評判良かったんですよね。だからヴィンテージのマーシャルを持っているとか、ヴィンテージのマーシャルの方が好きで最近のマーシャルねって言ってる人たちが、あ2000はいいじゃないかって、で結構そういったコアなマーシャルユーザーにも受け入れられたっていうのが2000の面白いところだと思いますね。というわけで、モデルの方はねこうやって80年代90年代、うん、2000年代800、900、2000という形でね受け継がれてきて、かなり幅広くありますね、うん、それぞれでも。そうですね、うん、でやっぱりその80年代の音、90年代の音、2000年代の音っていうのが移り変わりがある中でね、でもやっぱりマーシャルのねらしさっていうかね、はいはい、あマーシャルだっていうところは変わってないところが面白い、うんうんうん、でね、あとねやっぱりね面白いのは 50W と 100W っていうのが単に出力パワーだけなくてトーンが違うっていうところがすごく面白いですよね。家庭用の息じゃなければ、あともうワット数って音色で選ぶようですよね、うん、ですよね。その出力音量ってあんまりいかないというか50W でも十分でかいんで、だから例えば800で言うならば 100W の代表格って言ったらやっぱザックワイルドなのかなっていう。あなるほど、ね、バキッとしたソリッドで、はいはいはい、で対してそのじゃあ 50W っていうとマイケルシェンカーかなっていう。ああ、うん、あとイングウェイ・マルムスティンとかもね、まあ、800じゃないけれども 50W ユーザーだったり、ファットなウォームなといく人はやっぱ 50W 好むっていう傾向はすごくあって、特にヨーロッパのギタリスト。で逆にアメリカンのねバキッとしたクランチレンジの広い音を好む人ってのは 100W のかなっていうのが当時の使ってる代表的なギタリストを見てても伺えますね。でやっぱりねJCM の歴史の中でもやっぱり800から900に変わったところっていうのが一番やっぱ大きかったと思うんですよね、はいはいはい、機能的な面とか、はい、うん、だから JCM800 っていうのは一時的に2チャンネルのモデルとかも83年頃出てはいたんですけども、これもねあんまり長い間製造されてなくて、うん、なんか2チャンのイメージはないですね。ないんですよね、うん、ほとんど市場に流通したっていうのはもう1チャンネルなんですね、はいはい、でこういっちゃなんだけど歪んでるようで歪んでないようでっていうマーシャルのクランチの音ですね、はいはいはい、だから、まあ、逆に完全クリーンの音ってちょっと作りにくかったのかなっていう。ボリューム上げればあの感じになっていくっていう、うん、それが800の良さでもあり、はいはいはい、逆にねクリーンで使いたいなと思うときボリュームコントロールとかしないとね、なかなか難しい面があったりしたっていうのが、まあ、だから基本的には800っていうのは1チャンネルのアンプ、はいはい、うん、900が出てきたときにやっぱりそこを解消したっていうのをすごく感じましたね。やっぱりクリーンチャンネルっていうクリーンなゲインのチャンネルがちゃんと一つある、あこれは2チャンネルモデルの方ですけどね、はい、そしてドライブチャンネルはマスターがついてて、うん、音量問わずでしっかり歪んでくれる、マーシャルらしいドライブサウンドとクリーンが得られるっていうのがやっぱ900出てきた時の2チャンネル仕様のモデルのすごく大きな特徴だったと思いますね。当時としてはね割と手に入れやすい価格というかね。でもう一方1チャンネルモデルもあったんですけど、これは逆に本当に歪みに特化させた、それはそれでっていうか逆にもう一つのマーシャルのドライブサウンドってところを突き詰めていったモデルとして面白かったわけですけども、富田さん個人的に一番好きなのって何ですか、うんうん、あなるほどね、いやこれ難しいな、もちろん全部使ってみて、はいはいはい、2000かなって 2000? 今だったら、いやほんと全部の良さがあるから、はいはいはい、800はやっぱりね軽くクランチさせてオーバードライブでブーストする時っていうのがすごく気持ちいいんですよ、ね、あれ張りが半端じゃないじゃないですか、うん、僕800の音好きでジャッキーと行くんで、うんうん、もうその音だけでいいんだったらそれ一番いいですそうですね、まあ汎用性考えると2000はやっぱり、うん、結構ねローの出る
原因みたいのが稼げるというか僕の印象ですけど、うん、2000はね、あとはやっぱりそう便利さになっちゃうのかなやっぱりね、うん、で本当にあのエフェクターで音作ってって空間系とか入れたとしてもクリーンものすごい綺麗なんで、はいはい、でもあのそのクリーンチャンネルね、クランチのクラシックドライブの感じの音も作れるんで、そういう感じの音も作れるし、汎用性っていうところでいくとね、やっぱりあのスタジオ置いてあってつい便利で使っちゃうと2000ですよね、うん、個人でね所有してるのはね、前もちょっとお話ししましたけどね、ジュビリーだったり、はいはい、そのもうちょっと前のハイゲイン改造だったりもするんですけど、2000はねこれはあの本当に綺麗なクリーンを作ろうとしてるからだと思うんだけど、すごい熱持ちますね。ああなるほどね本当に、うんうんうん、だからスタジオで使ってて、これ冗談じゃなしに上に飲み物置いておくとお湯になってるって感じ。あでもなんかすごいイメージありますね、うん、冷たいお茶置いておくと、うん、終わる頃にはいいお茶になってるって飲み頃にね。あんまあの壁の近くに置いておくとあの壁とアンプの間がすごい、そうそうそう、うん、もう夏になってるんですよね、あそこだけ、ね、あれはだからやっぱり本当に、ね、パワー感に最大限のね圧をかけて、ね、圧かけて、うん、でダイナミックレンジ最大限に発揮させようとしてるってのが分かりますよね、はいはい、というわけで、うん、まあ、マーシャル、はい、モデルがありすぎてわからないっていうのが、うん、やっぱ見た目が変わんないんでね、なかなか。そうですね。パッと見の面があんまり、うん、まあ、厳密には変わるんですけど、うん、そんなにこう、パッと見でね、変わらないっていうのがあって、結構ね、皆さん、まあ、どれがどれだかわかんないなっていうね、方もいらっしゃるかと思うんですけども、うん、主に、まあ、JCM シリーズの歴史と仕様の差、みたいなところを今回お話しいただきましたので、何かご参考になればいいですよね。はい。ちなみに、あの、TC 楽器アンプコーナー、1階のエレキギターフロアに移動してきまして、うん、はい、前は2階にあったんですけども戻りましたので、これからねもっと力入れるという話になっておりますので、うん、ぜひぜひアンプファンの方もお越しいただければ幸いです。はい、はい、というわけで今回ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。TC 楽器ではビデオ通話によるオンラインでのご相談も受け付けております。気になる商品がありましたら、どこからでもお気軽にお問い合わせください。